とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ついに達成します。何を達成するかって、これだよね。セーブ見てください。ついにね、999時間超えて1000時間になります。あと2分半か、あと2分半で1000時間なる。え、これどうなんだろうね。999、それ以上上がらないかなと思ったけど、1000なるのかな、わかんないね。なりそうか、なりそうか。まあまあ、ようやく1000時間。まあ1000時間って言っても、そうね、400時間ぐらいはレベル上げのために放置してたかな。400もしてるかな。まあまあ、でもね、600時間以上は普通にプレイしてる。それはね、間違いないよ。で、今ね、陣平のレベルが680、その他が630ぐらいだね。レベル上げ、まあ、集中的にやれば、あと、どんぐらいだろう。まあ、10時間ぐらい。まあ、10時間難しいな。15時間ぐらいあれば、いけるんじゃない？レベルマックスに。まあ、2日間ぐらい本気で、レベル上げをやっていけば、上がると思うけど。まあまあ、ぼちぼち行こうかな。今年中に、陣平が、800まで行けばいいとしましょう。はい、残り1分。残り1分で1000時間達成。1000時間やったゲームってなかなかないよ。多分みんなもないと思うけどね。1000時間プレイしたゲームで、俺もしかすると初めてかもしんない。妖怪ウォッチ4プラプラとか、そこら辺でも、おそらくね、400時間してないもんね。300何時間だったと思う。よくぞここまでやった。まあ、3分の1はね、レベル上げ放置だとしても、それでも、かなりやった。夏からやってるからね。さあ、ちょっと、最後はカウントダウンしましょうか。お、カウントダウンだ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、来たー！ 1000 時間達成です。セーブしましょう。いやいや、やりましたな、1000時間。1000時間やったな。はい。まあ、とりあえず今日はこの報告だったんだけども、ちょっとね、遊ぼうか。ちょっと普通のとこ、倒すね。ワインブラック。ここは、チケットを使わないところとしては、一番美味しいんじゃないかな。ちょい。いきなり変身できないよ。確か、ここは一番美味しかった気がするんだけども、いきます。よし。ちょっと攻撃力を、ゴリゴリ上げてから、おい。よし、ちょっと待って、攻撃力上げさせて。もうマックスなったかな。マックスなったならば、ちょっと一気に、2体同時に、行きたい。ちょっと2人、集まって。集まらないんかい。よし、まあいいね、いい感じに集まってくれた。行け。おっと。ああ、なんかちょっと微妙な感じだ。よっしゃ。まあ、どうしてもね、この再使用時間の関係で、ブルームーン強いんだよな。まあ、何このダメージ。なんだこのダメージ。はい。ということで、今日はね、ついに1000時間達成ということで、報告でした。まあまだね、どんどんやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と
高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。